なってしまうようなこともたくさんありましたし、わけもなく涙が流れてきたりとか、ご飯が通らなかったりとか、そういったことも多々ありました。正直言われのないことも言われたりとか、なんかね、そんな叩かなくてもいいじゃんって思うようなこととか、正直いろんなことがありましたけど、人間としてもいろんな人が信頼できなくなったり、誰を信用していいのか分かんない時ももちろんありました。多分でもそれは羽生結弦だからじゃなくて、皆さんがそう思っているんだと思いますし、大なり小なり皆さんが辛いんだなって思ってます。だからこそ、なんか僕自身がこれからも生きていく中で、生活していく中で、なんか心を大切にしてもいいんじゃないかなって、もっと自分の心が空っぽになってしまう前に、自分のことを大切にしてきてくださった方々と同じように、自分自身も大切にしていかなきゃいけないなっていうふうに今は思っています。なので皆さんもなんか自分を応援することでいろんなことを感じていただけたり、なんか生活の一部だとか生きがいだって言ってくださることはとても嬉しいですし、そういうふうにこれからもなっていくつもりです。ただなんかそういった中でも自分の心を大切にするようなきっかけの一つであったらいいなっていうふうに思います。ありがとうございました。